はい、月読みとか月読みとかね、いろんな言い方をしますけど、これはまああの日、月、星という本当は3歳の祭りがあると言われてるんですけど、この月読みに関しては、アマテラスのね、神話、いわゆる日本の古典神話からすると夜のオスクニを白示せって言われたんです。皆さんご存知ですよね、夜のオスクニって何なの。食国って書いてるんですね、漢字では食べる国で、夜過ごす国、夜、まあ簡単に言うと夜我々寝てますよね。ね、ここ重要なんですけどね、夜、まあ普通は寝てますよね、夜の商売の人もいるけどね、まあ、夜は寝るもんなんです大体。そうすると僕はいつも言ってるんですけど、黄泉の国とこの世は一対になっていて、行ったり来たりしているというね、こういう話を僕はしたことあるんですけど、夜寝てる時はあっち行ってるんですね。そして必ず人間って寝ますよね、寝ないとダメですよね、寝ないままずっと生きてるって、まあそういう人もいる言うけど、ずっと寝れなかったとかいう人いるって言うけど、まあ基本的に普通の人間は寝ます、ね、その時の夜のオスクニっていうのは、その夜のもしくは寝てる時、こういうことを白示せと言われたんじゃないのかと、ね、この世には光と闇があると言いますけど、これ両方とも光なんですね。そしてこの寝るというね、睡眠というものがなかったら人間は元気にまた活動できないんですね。活動するための根源的投影物、エネルギーチャージ、まあ、こういうようなことのところを白示せと言われて、月読みは1回だけ出てくるんですね、古事記とかでもね。夜のオスクニを白示せ言ったままどこにも出てこないんですね。で、月読みはそれで、オスクニ、夜のオスクニに行くんです。どこの国ですかって言った、どうもインドやという話をね、我々はしていた。その月読みの子孫がですね、これは九日明星にも出てくるんですけど、カピライハンの御事っていうのが、ね、カピライ王国の治めた王ですね、カピライ王国から生まれてきた、その次に生まれてきたのが、シッタルダ、ゴータマシッタルダ、釈迦のことですよね。釈迦は月の子孫なんですかというようなことで、ってみんな言いますけども、この系図は九日明星、古典文書に載っていますね。そして、月読みがですね、この夜のオスクニはインドから、まあ、仏教、いわゆるゴータマシッタルダを生んで、月読みの教え、ね、哲学とかですね、その法ですね、生きていくための法則、これを教えたのが仏教じゃないのかというふうに、まあ、我々古典神道の中で言うと考えていますね。釈迦は、一つの月読みの教えたかった教えというね、人間の生命の根源であるその投影をする黄泉の国の、まあ、一つのエネルギー体というものを、ものすごくそれが実際にこの、限界を生きている我々にとって必要であると、ね、半分半分のように思うんですけど、闇と、光のように思うんですけど、スサノオが大海原を白示せと言われた、この限界を広めなさい、広げなさい、言って五色陣を作りなさいと言われた海原を白示していったスサノオに対して、夜のオスクニを白示せと言われた月読みがインドで、カビライ王国を作り、これサカ族って言うんですけどね、これ海洋民族なんですね、実はね。そして、今歴史ではですね、世界の歴史を作ったという月氏族、これ普通の歴史で出てきますから。月氏族は大月氏という大集団と小月氏という小集団に分かれて、そしてその大月氏の一族たち、大月氏の人たちが万里の長城を作った、その万里の長城を作った秦の始皇帝の時のその大月氏の一族たちが今度は日本にどんどん渡ってきて、旗一族になったという話ですね。それと同時に小月氏が今度はヘレニズム文明、いわゆるギリシャに入っていって、万里の長城とは違うヨーロッパのお城、石工の集団になっていった。じゃあフリーメイソンもそうじゃないのかとか言いますけど、これ全部人類は日本の古典神話からつながっていますということで、このヘレニズム文明を作っていって、根の国、底の国と昔言われていたヨーロッパ文明を開花させていったのも、これは月読みの子孫ではないのかということが古典文書から見て取れます。そして、司るところはどこかというと夜のオスクニなんですね。でこれは法とか秩序、哲学ですね、まあ、立法もそうですけどね、こういうふうな人間のエネルギーに関するルールみたいなものを月読みが決めていった。そして躍動的、繁栄的な営み、
ね、そういうものをスサノオが、その末裔が、起こしていったということで、今も夜の世界と昼の世界というものがあり、社会の縮図にも裏と表があるということになっているわけですね。まあ、月読みはどちらかというと裏側の世界を作り基盤整備をしたんじゃないかということが、あの歴史から見て取れます。で、言われていることも夜のおすくにと言われているので、まあ、夜寝ているとき良い睡眠をとれば健康であると言われるように、月読みの教えである、秩序、法、これは仏法は法であるというふうに吉田兼友がね、捉えて言ってますけれども、法というのは起こさないとやらないと何の意味もなしません。法は絵に描いた餅にしておけば、法という仏法というね経典があって、いくら読んでも般若心経を毎日唱えても何も知らずに読んでいると何の効力も発しません。この仏法の法というものをよく知って勉強して、これを実地の生活に行うことによって、月読みの言ってきたこの法というものが具現化してこの世の中の生活に現れてくるわけですね。まさに夜のおすくにを知ろしめせという月読みが起こした、この法体系というものが後に、仏教という形で実がなって日本に帰ってくるんですね。室町時代の我々山影の始祖である、始祖というか山影のね、まあ、中高の祖といいますか、この希代の天才と言われた神道界のね、巨人やったわけですけど、この吉田兼友が、言っているのは、仏法は我が国の教えが実がなって帰ってきたものである、こういうふうに伝えてます。これは古典神道の中に当然この系図のこともあり、月読みの教えが大陸に渡っていって仏法を作ったんだと、そしてその仏法の教えが日本にもう一度帰ってきたということ、これが月読みの教えの日本の帰着点やったということを吉田兼友は、中富払い書の中で、吉田兼友も辞書の払いがありますけど、実質で書いたというものを僕持ってるんですけれども、その中にしっかり書かれていますね。そういうことで、月読みの仕事、月読みの成したことは、生きていくためのこの法というものを作った、そしてその法にのっとって我々が実践で行っていく、まあ、道徳なんて言われるものもそうですね、それにも基づいて生きていくと、人類が幸せに争いなく、そして秩序だって、健康を享受できるというようなことが、どうも月読みの教えた訪問にあった、まあ、それらが各種仏教もしくはバラモン教とか、まあ、そういうようなあの経典の一端に、まあ、バラモン教の方が先ですけどね、バラモンとか、まあ、ヒンドゥーも、しかるべきやと思いますが、それらが混ざっていって今日本に日本流の仏教、日本流のいろんな教義になって、日本にはたくさんの宗教があります。宗教じゃないですね、あの宗派があります。これらは争いなく神戸なんかでは一つの活動をしていますね、まあ、こんな国はありません。そんな中で私たちはこの法というか、一つの教えというのを受けてきたわけですね。この中にはふんだんに、物質的な活動もあるし、その物質的な活動を作るイマジネーション、祈りというものの根幹根本に、なっているのがこの月読みの教えじゃないのかなというふうに思います。で、月読みはですね、地球から、離れた、地球から吸い取られていったその土、地球の土がバーッと吸い取られていって衛星の月ができたと言われているので、地球とは兄弟星になるわけですね。そういう中で月の光があって、夜の月の光がですね、実は、生命体を養うということで、夜にほとんどいろんな生命体は養われていくということも、海の生命体でもそれは、記されていますね。あらゆる生命体が夜に育まれていく、そして昼から光が出てきてからは躍動的に太陽に向かって、いろんな活動を行うという形でいくと、昼と夜というこの、形に分けると、スサノオが昼で、月読みが夜、まあ、こういう形を、循環というのを司っている。その前はイザナギがこの限界であり、イザナミが黄泉の国であると
いうところにありながら循環を司っているということとも同じ原理やと思います。そして我々はこの、火、月、星ですね、火は保存層より外にあって常に、人々生命体にエネルギーを与えてそして育んでいる。その中で、昼と夜の世界を作り、人々もしくはその生命体の、生命エネルギーをですねうまく循環させているこの流れが火、月、星ですね。星がスタノーですね、まあ、こういうことが、見て取れるんだろうと思います。ですから月読みのこの教えというもの、これがなかったら私たちの、まあ心の中にある善意みたいなものですね、道徳感、こういうものは生まれてこなかったんだろう、秩序っていうのはなかなか生まれなかったんだろうなと思います。この秩序を作ってきた神様もしくはエネルギー体としての月読みがあると思っていただければ結構かと思います。で、産み育てるという意味があるんでね、夜は。ですからどうも月、女性の性質ね、月でいろんなことが変わっていく、と月と日とか言うでしょ、子供が生まれても全部月によって、生成されているということで、まあ、黄泉の国の力みたいなものを育んでいく、生まれさせる力というのが月黄泉には宿っているので、女性は、まあ、だいぶ前にやりましたけど月配という方、日配と反対なんですね。夜に満月の時に月配をするということで、その美を授かり育む力を授かるという御神宝を、まあ、呪法のやり方があります。これも一応私の YouTube で言ってますので、月配のやり方のを見ていただければ、できると思います。特に女性におすすめですね。でこれすっぽんぽんでやらなあかんということで、なかなかやるとこないやんかというガラス張りの誰にも見られない部屋があるんかとか、これサウナ行って露天風呂で、ベッドみたいなやつがあるからそこで寝ていて、月配の印をかざして、月配をすると非常に美しい妖艶の美が授かると言われています、まあ、こういうことも月読みの力で、内部から育む、ね、ホルモンバランスを整えるというようなことが、できると。月光月配というのはそういう効力効能があります。日配とまた別ですね、まあ、こういうことで一対ですね。で日配と同じように、光が月に反射して夜にあるわけです。これは火の光と全くね、同じものなんですが、この光線が変わってくる、昼と夜で変わってくるというところがまた非常に重要なところで、でこの舞台になっているのが実は地球なんですね。ですから火月神事とか火月って言いますけど、実は火月星神事にこれから入っていく、こんな時代に来ています。まあ、その中での月読みのお仕事は哲学とか法とか育むとかね、女性に大切な産むというような、育てるというようなことを養うですね、こういうふうな力があるのが月読みの一つの方向性だというふうに思います。はい、ということで。はい、ありがとうございます。